GTA と DC55R2 つのステッカーいただきました。ありがとうございます。これはここだね。そこだったりだね。フィッティングありますね。これうわぴったりか。バッチッとバッチリ決まったね。これはね決まった。ここかな。そこだね。バッチリだね。そこここもバッチリですね。おっしゃー増えたぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのシロックです。セコです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、ダイレクトメールでの要望が多かった企画となります。で、僕自身ねちょっと MS でやろうかなとか思ってたんですが、うん、MS でやりたいですね。まあ、今までちょっと MS フレキだとか、うん、MS ホエールと MS が連続してましたよね。そうですね、うん、で、MS フレキっていうのは、まあ、もちろん作ってしまえば簡単なものだと思うんですけれども、うん、慣れてしまえばね。そう、初心者の方からすれば難しいイメージが取りきれないと。いや、加工が多いですからね、ちょっとね。そうね、うん、加工が多くて難しいイメージがどうしても取りきれないということで、はい、今回から、まあ、簡単に作れて、なおかつ早いと。簡単早い。簡単早くて使いやすい。使いやすい。まずはね、初心者の方にはテンプレートカスタムっていうのを知っていただこうかなと思いまして、はい、今僕の使ってるマシンの中で一番使いやすいマシンはどれかと考えた時にこのマシンなんですよ。あ、緑のやつ。これすごく使いやすい。安いんですよね。はい。で、ローラーセッティングがこれが一番僕の中で使いやすくて、ギアが 19mm のローラーね、はい、でフロントが 13mm で湯飲みをつけて、まあこの感じなんですけれども、なるほど。やっぱね、この提灯の部分あるじゃないですか、後ろね。ね、うん、はい、後ろの提灯の部分はリアマスダンの方が使いやすいかなとか思いまして、ね、ここのユニットだけちょっとリアマスダン仕様のマシンを MA で作っていこう。あ、 MA なんだ。そう、 MA で作っていこう。あ、なるほどね。で、これはね前回2000円勝負の時にね使用したそいつ MA シャーシー、こいつを改造していこうかなと。こいつをカスタムしていく思っています。でね、 MA シャーシーっていうのはやっぱりちょっと剛性が強いです。ちょっと硬いイメージ、ね、うん、かなり硬いんで、はい、この剛性を抜いてもいいんですが、僕的には抜かない方がこのマシンのいいところっていうのを発揮できるんじゃないかなと。柔らかくしない。そう、柔らかくあえてしないと。なるほど。剛性を生かす、うん、剛性を生かした方がいいんじゃないかなと。だからフレキみたいな走りをさせる必要はそもそもないので、それだったらフレキでいいじゃん。そうです。これをグニョグニョさせるのであればフレキでいいじゃんって話になってくるから、はい、だからこのまあシャーシのいいところをこう使用しようと。じゃあ剛性は消せないじゃないですか。消せないね。剛性消せなくて、はい、まあマシン重量もね、この辺までそこまで気にしなくていいのかなっていうのもありまして、まあほとんどカットしない、ほとんどカットしないんですけど、まあフロントリアぐらいはカットするよ。まあ肉抜きはしないってことですね。肉抜きはしないという感じですね、はい、で、あと駆動周りを少しチェックしてバンパーと取り付けていってテンプレートカスタムっていうのをやっていこうかなと思っています。で、なおかつその鳴らさないモーターで戦えるぐらいの、車体を作りたいので、開けポンで戦いたいですね。開けポンで戦えるぐらいのその車体を作りたいと思ってます。はい、正直だってモーター鳴らしって一番の関門だと僕は思ってるんですよ。モーター鳴らし、電池鳴らしが難しいし、知識ないとできないですからね。うん、そうですよね。で、モーター鳴らしをじゃあね、今から2日間鳴らしてくださいって言われてもね、うん、なんかその感覚が分からなくて、分かんない。2日経ったらもう普通に綺麗に丸2日とりあえず回しただけで取っちゃうとかね。そうですね。そもそもそうじゃないんで、うん、モーター鳴らしに頼らないマシン作りというか。なるほど、ね、モーター鳴らしができる人はそのモーター鳴らしてもらっていいんですけれども、うん、モーター鳴らしをしなくても戦えるかもしれないよぐらいの、なるほど、うん、マシンを今回作っていけたらなと思っておりますので、はい、早速ね、まあ、とりあえずこのシャーシー今いろいろ組み付いてますので、これを全部外していきたいと思います。はい、ということでね、はい、イオンドック、まあ、もうこんな感じになっちゃいましたけども、バラせましたね。こんな感じですね。これ、カットしていくんですが、うん、まあ、どこをカットするかと。シャーシカットね、うん、シャーシカットどこをカットするのかと言いますと、はい、フロントリア、まあ、ここの部分ですね、はい、スクショするなら今よ。スクショするなら撮っといて、撮っといて。はい、ということで、はい、この黄色のテープが貼ってあるところね、こっち側とこっち側をカットしていくんですが、まあ、こっから好みなんですよ、正直。正直好み、正直好みなんですけど、はい、電池取れなくなるのよ、ここ抜かなかったら。そう、もうバッテリーの下ね、クッてね、クッてしたり、こうしないといけない。これ分かる人ですね。こうしないと取れないよ。取れないですね、目。なんで、ちょっとバッテリー下だけね、ちょっと甘えて取っちゃおうかな。穴だけ、指のこの、ちょっと指食いできるぐらいだけ、ちょっと下の方ね、入れておきますので、カットを終了させましょう。
とね、作業してるシーンを撮ってくださいっていうのも多いんですよね。切ってるところとかね。切ってるところ、正直ね、なんでその作業してるシーンを撮らないかというと、はい、ダイレクトメールで言われたことあるんですよ。お、何ですか？本当は作ってないだろうとか言われて本当は作ってないだろうみたいなね、ダイレクトメールと来て、いや作ってるんですよ。ただただですよ、はい、切ってるシーンめちゃめちゃ面白くないですよ。そのブイーンブイーンガーとか言ってるだけなんで、うん、まあでもそんな人たちのためにね、うん、ちょっと今日は切るとこじゃあ映します。ちょっとバンパーカットだけじゃあ物は試しですよ。多分相当つまんないですよ。何にもだって喋っても聞こえない。喋っても聞こえないから、うん、まあとりあえずやりますね。はい、とりあえず回して、線に沿って切っていきます。また無言になるこれ。いやこれ真剣にやっとるから俺今。真剣にやらないとね。ここ喋ったら失敗しちゃうから。ここ失敗できないからね。初めてだわ、自分で作ってないだろうって言われたの。誰が、じゃあ誰が作ってるよ。あ、だから買ってるんでしょみたいな。あ、買ってるってそういうことね。そう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 。作ってますよ、ちゃんと。買ったやつを分解して説明してるんじゃないかみたいなこと言われたことあります。ああ、そういうことね。まあ確かに売ってるけどね、ヤフオクとかでね。まあいろいろ売ってますけど。売ってますからね。あれは悲しかったね。悲しいですね、うん、で、その人の夢が壊れないように俺はあえて何も言わなかった。何も言わなかった。何も言わなかった。いや作ってますよって言おうかなって思ったんだけど、その人の夢が壊れると思って。夢って何よどういうことだ。いやだって嫌な、嫌っていうかそのね、自分が思ってた案が崩れるのが嫌でしょ。まあね、そしたら買っとるわみたいな。買っとるわみたいな。はい、ということでカット切れましたね。終了しました。こっからはねバリトリになるんですけれども、はい、どうでした。もうカットするシーンね、カットするシーンこそカットしたいんじゃないですかこれ。そうですね、もうこうブスって切りたいですね。そうそう、みんなもう多分見ながらちょっと2分ぐらいこう指でずれずらしたんじゃないですかこれ。もういらないみたいな、ね、これカットしてる間ってあんまり面白くないと思うんですよね。そうですね。まああとは電池下抜くんですけれども、はい、ここはちょっともうカットします。ここはね、ここは、うん、まあ、電池は抜けるでしょ。もう買ってるんで、うん、シャーシ買ってるんでね。そうですね。これ今悪魔的な企画思いついたわ。何ですか。完全にその一生懸命ね、速いマシーンとか言ってヤフオクで売ってる人たちにはすごい申し訳ない企画になってしまうんだけど、ウーアチャンネルが作ったマシンとヤフオクのマシンで勝負させてみようかな。買って、ああマシン買って、うん、で勝ってしまったらすごい申し訳ないことになる。僕たちが勝ってしまったらね。そう、こう俺らの真似すればそのマシンできちゃうからね。そうですね。どっちが速いかっていうのを、まあ、勝って勝負するっていうのもありかもしれないですね。ヤフオクでマシン売ってる人たちはちょっとムカつくかもしれないけど、ちょっとやってみようかな。やってみますか。やってみます。まあそこら辺はね、皆様にちょっと委託しようかな。やってほしいっていう人いたらね、ちょっとやってみようかなと思います、うん。はい、ということで、はい、かなりね、シャープになったと思います。どうなってますか。出ましたね。電池取りやすいですね、もうそれは。電池取りやすい。まあね、電池が取りりゃいいかな。そうですね。合成はね、あんまり抜いてほしくないです。うん、硬いままなんで、前後は少し残し気味で、別に電池落とすとかもね、まあしなくていいのかなと、はい、いうような感じですね。まあ、もともと重心が低いっていうのもありますから、まあ他のシャーシ、昔のシャーシとかね、 TZ とかに比べて電池落としとか VS もそうなんですが、まあそこまで気にしなくていいのかなと。必要ないと思います。はい、まあこんな感じですね。こんな感じでカットしましたら、次駆動なんですけど、駆動は次の動画で。駆動は今回やらない。今回やらないんですよな、ね、あのね、一気に行き過ぎて、はい、ついていけないっていう人いたんで。そうですね。うん、なんでね、今回はちょっとゆっくりゆっくりやっていこうかなと思います。次の動画もね、まあもちろんね、今まで1本でやってた動画ですから、はい、まあ次もね、短いものになってくると思うんですが。そうですね。次はね、結構有効かな。うん、 MA やっててここの部分やってないよって多分いると思うんで、うんうん、ここの部分に関しましてね、ちょっと簡単にできる、初心者でも必ずできます。必ずできる範囲で駆動出しっていうのをやっていきたいと思いますので、そちらの動画もお楽しみに。はい、この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。